はい、この動画のテーマはですね、成績が伸び悩む子の共通点っていうお話をしていきたいと思います。今まさに成績が伸び悩んでいる、頑張っても頑張っても伸びないよっていう方に関してはこの動画を見てくださるとそれが解消されて成績が飛躍していくきっかけになるかもしれません。ぜひ最後までご覧ください。大きく分けてポイントは2つあります。1つはですね、今の自分を変えようとしないんですね。今までのやり方を続けようとするし、今の自分を変えようとしないので新しい方法が入っていかないということになります。2つ目のポイントは何かというと、成績が伸び悩むことというのは現時点から未来に向けて発想を展開してしまうんですけども、本当は未来から逆算して今を考えないといけないというところなんですね。でこのことをこれから詳しくご説明します。まず1つ目からいきましょう。自分を変える気があるかないかってことです。私のコンサルを受けている子、実際に私の話を聞いたことがある方っていうのは、この動画もそうですけども、他の塾さんとはね、言ってることが全然違うなって感じられると思います。私は結構ですね、クリティカルな人間なので、他の塾でも良ければ私自身がね、個人でね、塾を立ち上げる必要はなかったわけで、じゃあなぜ私がブレイクスルーアカデミーを立ち上げなければならなかったのかっていうと、他の塾で必要なことがされていないと感じたからです。これだけ学習塾があるにもかかわらず、勉強に関して悩む子どもたちが一向に減らないですよね。でこれは塾が解決策を提案できていないという証拠なんじゃないかって私は思うわけです。ってことは、じゃあ何が一体これだけ塾があるにもかかわらず問題を解決できない原因になっているのか。それはですね、塾が勉強というものが本来どういうものかっていうのを理解してないから、適切な改善方法を提案できていないんですね。何を塾は売ってるかっていうと、ノウハウじゃなくてシステムを売ってるんですよ。塾にあるのはノウハウではなくてシステムになります。一方で成績が芳しくない子どもたち、成績が伸び悩んでる子どもたちに必要なものっていうのはノウハウなんですよ。勉強ってどうやったら成績伸びるんですかとか、どういう風にしたら効率的に結果を出せるようになるんですかっていう、そのノウハウの方が本当は必要なのに、子供たちに提供されているのはシステムで、そのシステムを買うためにお金を皆さん払ってらっしゃるんですね。でここをちょっと理解していただかないと、実はですね、塾に行っても成績が伸びないよっていうことの話が理解できなくなっちゃいます。塾にはほら勉強のやり方あるじゃないかと、ノウハウを教えてるじゃないかって思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、あれは勉強のやり方、ノウハウを教えてるんじゃなくて、その塾のやり方に合わせてくださいねっていうお話ですよね。その子その子に対して勉強とは何かってことを教えてるんじゃなくて、うちの塾はこういう教え方をしてるんで、このやり方にちゃんとついてきてくださいね、このやり方に合わせてくださいねっていうサービスの提供の仕方をしているはずです。これはもうどこの塾もそうです。進学塾にしても補習塾にしてもそうですけど、個別塾にしてもどこでもそうです。ということは、その塾のやり方についていける、もしくはその塾のやり方を消化していける子っていうのは成績が伸びるかもしれない。でも本当はね、成績が伸び悩む子たちが知らないといけないのは、勉強のやり方というよりも成績がいい子たちがどんな風に勉強しているの、どんな風に勉強のことを捉えて取り組んでるのってことなんですよ。じゃないとそこがないのに、勉強への発想法が変わってないのにやり方だけ新しくしようと思ったら、それは入っていきませんよね。ただほとんどの子たちっていうのは勉強というものが嫌だという気持ちの方が大きくて、勉強ってどうやったらいいんだろうって思考の方になかなか気持ちがいかないので、勉強に対してね、そんなごちゃごちゃね、細かいことを言われるよりも、何も考えずにひたすら勉強をやらされた方が楽なんですよ。だからいろんな塾さんもありますけど、ね、学校と他にさ、学校で使ってる教科書とは別にテキストをね、独自に買わされるし、学校でちゃんと授業を受けてるはずなのに、塾でも授業を受けさせられるでしょ。でなおかつ宿題もダブルで出るわけじゃないですか。で成績が良くない子たちは勉強をどうやっていいかわからないから、それを解消しようと塾に行くはずなのに、結局やることが増えてるわけですよ。買ってるのはノウハウじゃなくてシステムなので、要は勉強のやり方そのものが改善されてるわけじゃなく、勉強量が増えてるだけなんですね。なので今塾に行かれてて成績が伸びないよって言ってる子は、それは当たり前で、今までの成績が悪いという状況を、量とか時間を増やすこと、勉強量とか勉強時間を増やすことによって改善しようとしている状態にあります。でもそれって何の改善策にもなってないというか、勉強量勉強時間を増やせば、それは成績が多少はね、上がるかもしれませんけど、今までの非効率なやり方をそのまま放置して、その非効率なやり方のまんま勉強時間を増やしたところで、そんな何の改善にもなってないですよね。成績を伸ばすっていうのは勉強の目的ではありません。勉強の目的は大人になって必要な力を養うっていうのがそもそもの目的です。にもかかわらず、多くの人たちっていうのは目の前の成績が悪いから成績を伸ばそうと思って即効性のある方法を求めてしまう。そうするとそれは今まで勉強してないものを勉強するようにしましょうねっていう話になって、自分では勉強できないから強制的に勉強させてくれる場所ってことで塾に行くと、そうすると何もしないよりは塾に行くことによって強制的に勉強させられるわけだから、勉強量勉強時間は必然的に増えて、それで成績が上がるだろうっていう発想になってしまう。その結果、全然何の問題の解決もしてないのに、表面的には成績がちょっとね改善するっていうことで、みんなが丸く収まってしまうっていうのが、今の学習塾を伴う子どもたちの問題になっているわけです。
ですよね。だからこれだけたくさん塾があるにもかかわらず勉強に対して苦しむ子どもたちが減らないのは当たり前なんですよ。誰も改善策を提案できていないので。つまり成績が伸び悩むこの一つ目のポイントは自分の勉強のやり方を変える気がないってことなんですね。逆に言うとこの自分の勉強法をどうにかしたいと本当に成績を伸ばす気があるのであれば、今まで自分がやっていた方法を捨てて新しい方法に切り替えないといけないということには気づくと思うんですね。でなおかつその自分がどうやって変えたらいいのってね、今までのやり方じゃ自分の成績が今以上にならないと。なのでどうしてもね結果を変えたい、どうしていいか教えてくださいっていうスタンスになってくると、実はですね成績ってガラッと変わるんですね。今までとは違う結果を出そうと思っているのであれば今までのやり方を捨てないといけないですよね。でも今までのやり方を捨てきれないんですよ。今までやってきたことを続けたいと思ってしまう、手放したくないと思ってしまう。今までのあり方で結果出せるようになるためにはどうするか、時間を増やすしかない。今の自分を変えてまで成績を伸ばしたいと思う子はいないんですよ。でも本当に結果を変えたいと思う子は今までのね自分のやり方が悪いのは分かってるから、それをどう変えたらいいか教えてくださいっていう風なスタンスで来るんですよ。そしたら私のコンサルもめちゃめちゃ聞きます。相手がねどんどん質問してくれるんですよ。こういう時ってどうしたらいいですかって、こういう勉強はどうしたらいいですか、英語はどうしたらいいですか、数学はどうしたらいいですか。そしたらその子に合わせてこちらの方からアドバイスをしていきますね。今の状況だったらこういう風にしましょうね、今の成績をここまで持っていきたいのであれば残された時間をこういう風に使いましょうねっていうアドバイスはできるんだけど、否定になるわけじゃないですか。ある意味ではね、今までやってきたことが良くないのでもっといい方法に変えましょうねっていう話になるんだけれど、そのいい方法に変えましょうね、今までのやり方を捨てましょうねっていうのが否定に聞こえると、それに対して嫌だなって思う、そして今までの自分を変えるということに抵抗を感じる方が非常に多い。そうすると今までのやり方を続けるんだから、今までのやり方で出てきた結果を続けることになり、結果どんなに頑張ってもちょっと伸びるぐらいで伸び悩んでしまうっていうのがあります。だって1日24時間しかないからね、1日24時間しかないので1日の中の何時間勉強に使えますかと、毎日毎日勉強だけにそんなに時間を割きたいですかって話です。そんなことしたくないじゃないですか。でもほとんどの方は勉強が嫌だと言いながら勉強時間や勉強の量を増やすことによってでしか今の状況を変えようとしてないんですね。だから学習塾っていうのはシステムを売ってる場所なので、勉強時間を増やして勉強量を増やす場所ではあるんですよ。だからそういった意味ではニーズはマッチしてるんですけど、結果それは頭が良くなってるわけでも何でもないし、勉強が効率的になってるわけでも何でもないので、本質的な問題解決になってない。だから成績が伸び悩む形っていうのはなかなかその感覚から抜けられない。でこれがまずポイントの1ですね。でポイント2つ目です。ポイント2つ目は何だったかというと、成績が伸び悩む形っていうのは今現時点から未来に向けて組み立てようとしてしまうってことです。でこれは当たり前のように聞こえるんですけど、実はこの発想を逆転しないといけないんですよ。本当は未来から今現時点を見て考えないといけないですね。欲しい未来から逆算して今やるべきことを考える。じゃあなんでそれができないかというと、成績が伸び悩む子たちっていうのは今の自分を変えたくない。それはポイント丸1ですね。ポイント1では自分を変えたくないと思うから、今の自分をベースにしていけるとこだけで未来を描こうとする。でも結果を出す人たち、成績が飛躍していく子たちっていうのは欲しい未来を先に決めて、そこの未来に対して今自分が必要なことができてるかなって考えられる子なんですよ。ブレイクスルーアカデミーがどういうふうにアドバイスを提供してるかというと、ヒアリングはするんですね。今の状況は確かに現状把握として聞かないといけないんですけど、その現状をベースには考えません。結果を出すためには欲しい結果に対して適切な努力がしているかってことが重要なので、今がどうかっていう話はですね、別に気にする必要ないんですよ。要するにここはスタート地点であることは否定できないけれど、欲しいのはこっちなので、その決めた結果に対して今からどんな努力を組み立てるかってことを考えるから結果が出るんですね。でこれは 100% 出ますよ。それを実行すれば、成績を伸ばしたいと思うのであれば、伸ばしたい先がどれぐらいの点数が欲しいのかってことを先に決めて、それに対して今の努力がふさわしいのかどうかを検証しないといけないんですよ。でこの時に今までの自分を引きずりすぎると、いや今までこうだったからこれぐらいしかできませんって、そんなでも違うね。そんなのは単なる言い訳に過ぎない。例えばそれが受験であればもっとね明確なんですけど、どこどこ高校どこどこ大学に合格したいですっていう目的がはっきりしているのであれば、そこに対してふさわしい努力をしないといけないわけですよ。でも多くの方というのは今までの自分がこういう状態だったからこういう頑張り方しかできないっていう発想の中から答えを見つけようとする。でも本当はねそうじゃなくて、欲しい結果があるんだったらその結果に合わせて自分を変えていかないといけないんですね。自分がそれにふさわしい努力ができてますかってことが重要であって、
この人がどんな状況です、ね、例えばどんなに頑張ってもここに届きませんでしたとなった時に、あ、自分はこういう状況で今までこういう成績だったから、ね、残りの1年もこういう風になってしまいましたけどもみたいなことを言ったって、それは言い訳に過ぎないわけで、この結果に対して欲しいんだったらこの結果に合わせないといけない。今までの自分がどうだったかなんて関係ないんですよ。だから結果が欲しいんだったら結果に合わせてください。つまり未来から逆算して今何をすべきかを考えるっていう発想なんですよ。でも成績が伸びない子っていうのはそれができなくて、今までの自分を引きずり続けようとしてしまう。だから欲しい結果を自分に合わせて下げて、この結果に向かって走っていくんだけど、結局その結果自体は今までの自分をベースにしているもんだから、今までの自分のやり方を変えなくても済むじゃないですか。だから成績を伸ばそうと思うのであれば、今までの自分を変えなきゃいけないし、今までの自分をどう変えるべきかっていうのは、先にどんな結果が欲しいかってことを決めるかどうかで変わってくるんですよ。でも頑張った先でどれぐらいになるかなって考えちゃう。今までの状態でマックスやったらどれぐらいになるのみたいな発想になっちゃうんですね。それじゃダメですよ。非効率な勉強を続けたって非効率な結果しか出ないわけでしょ。でもそれは能力ではないので、そこを変えないといけない。あなたは何をしたいんですかと、どんな結果が欲しいんですか、でその結果に対してあなたはふさわしい努力ができてますか、できてないですよね、だったらこういうふうに変えていかないといけませんよねっていうアドバイスをするのがスタンスなんですけど、これがなかなかできる子はいないんですね。でも逆に言うと、それができる子っていうのはめちゃめちゃ早いです、伸びるのが。だから今までの自分をうまくね、いい意味で捨ててもらって、新しい自分は3ヶ月の間にこれぐらい伸ばしたいですって、別に120点じゃなくてもいいです、200点伸ばしたいなら200点伸ばしたいでもいいし、それこそ3ヶ月じゃなくてもね、1年後にこの高校に行きたいです、この大学に行きたいですって全然受かってくださいと。それはあなたが選ぶことですと。問題はその努力をする意思がありますかね、その努力をする気がありますかってだけの話です。でその努力をする気があるという方に対しては、今までの自分をうまいこと捨ててもらって、新しいやり方はこうですよ、ね、この大学に受かるためにはあと1年でこういう努力をしないといけませんよねってアドバイスができる。ただ問題はその成績が伸び悩む子たちの共通点として今お話ししてきたように2つあったんですよね。一つは今までの自分のやり方を捨てられない、ね、自分を変えられないということと、もう一つは未来から物事を考えられない、今までの自分を引きずり続けてしまう。この動画でお伝えしたかったのは、その成績が伸び悩んでる状態から成績が飛躍するためのポイントなので、今回の動画をねうまく使ってもらってブレイクスルーしてもらえたら嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。